俺は吉尾、働き盛りの28歳だ。ああ、今日も疲れたな。今日も結局仕事が終わらず、朝帰りか。むしゃくしゃするぜ。こういう時は好きな音楽に癒してもらうか。5年前の日記だ。懐かしいな。どんなこと書いてたんだ当時の俺は。8月5日、物がごちゃごちゃしてるから暑すぎる。なんとかしてくれ。ああ、当時は部屋が狭くて嫌な思いしてたな。12月22日、雪。京子ちゃんが24日にうちに来る。うちは狭いし物多いし、どうしよう。ソファーさえあれば見栄えも良くなるのに。それにしても当時の俺の部屋は狭くて嫌だったな。となると5年前の俺は今の俺の部屋を見たらびっくりするんだろうな。部屋の広さは一緒だから今の俺も狭い部屋に住んでると思うんだろうか。しかし5年前の俺、2020年の家具は動くんやで。そして2020年の家具は消えるんやで。2020年、家具が動き出す。